日本三重県滝郡滝町、油夫油夫集落湯ぶ池、油夫は三重県滝郡滝町の地名。農業地域であり、稲作と果樹栽培が行われている。滝町南東部に位置する。滝町都市計画区域内、佐奈地区にある。地形的には、串田川支流の助長川中流域の山地にある。南北に細長い地域で、集落はわずかな平地のある。 アブラオット北部にあり、中部の山間地にアブラオット池がある。南部には法京山があり、山頂には法京山と呼ばれる盆地の刻まれた中条石や徳積みという人物による南無阿弥陀仏山の空でも面白や重宝法壊ともと思えば、別人演物千日万行供養、腐敗弟子盆劇と記された天保十年造流の名号石碑がある。 北は西山、東は四人伝、野中、南は愛加の瀬、西は五桂、ツ新田と接する。江戸時代には、油夫村として、伊勢国滝群四匹北組に属し、紀州藩、田丸る領であった。紀州藩の奨励により、未完栽培が盛んとなり、油夫池が作られた。村高は、原独豪町では454国余りで、 天保号庁では465国余りと記録されている。明治2年の大志出町によると、牛20頭と馬2頭を保有し、柿、みかん、九年母、栗を産出していた。明治の大合併以降、大技として存続している。他と林が油夫地区の共有財産としてあったが、どちらも各個人で工作や手入れを行いたわ、だ カリチンとして米を収めていた。2009年12月19日、油夫オットの水道座とを育む会が、農地、水、三重の集い2009において、優秀地域ぐるみ活動賞を受賞した。同会が行ってきた油夫オット池の池干し等の活動が評価されたものであった。滝町市では、以下の用水説が有力であるとしている。油破ラの君、 夫墓の訓理道、字、油夫すなわち、時比、勢い日後林儀卿。油夫の名称派席に、指定席また俳優というなり、油夫村八王子社長査書2015年10月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。1869年以降の人口の推移。なお、1995年以後は、国勢調査による推移。 1869年以降の世帯数の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。公立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。